第69回日本選手権競輪ダービーですが、名古屋競輪場で8日開幕いたしました。非常にこう気温も上がり白熱したレース、すごく盛り上がる中、本命が結構決まったかなという印象がありました。もちろん最終レース深谷の仕掛け、浅井が追走、まあ、2人で、ある程度ちぎっていくような形になり、まあ、3着近藤がこうまくり追い込んでくるという形だったんですが、浅井深谷でしっかりと中部ワンツーシリーズの流れをつかみたいと言っていた浅井のこう思惑通りになりました。深谷と浅井がやはりそれぞれのこうことを思ったようなレースというのが出ていました。非常にこういい形で中部の流れになったと思います。もちろん1次予選の7レース吉田俊博、山内拓也、坂口康介、この3人がきれいに決めたというのも一つの弾みになったのではないかなと思います。初日の狙いなんですけれども、浅井深谷から近藤3連単1880円と、まあ、もちろん低配当ではあるんですけれども、穴ばかり出しているこちらなんですが、まあ、こうした硬いところもたまには当てられてよかったかなと思います。2日目は特選が2個レースと1次予選の残りが行われます。狙いを出していきましょう。2日目の狙いは特選の10レースになります。並び9番、2番、8番、新田雄大に佐藤慎太郎、大槻弘則、7番、5番、原田健太郎に岩津雄介、3番の諸橋恵が短期、1番、6番、村上義弘に稲川翔、4番の石井修司、これも短期になります。新田がやはりライン3人というところでレースを支配していきそう、ただこのレースの肝はやはり村上義弘がいるというところ、新田に好きにさせないというところが混戦を生むんではないか。短期のこの諸橋が、久留米の全日本選抜すごいにこう穴を開けておりました。今回もやはり諸橋が突っ込む、そして今年より大きな飛躍を目指す原田、まあ、原田逃げてもいいんですが、ここまくりになった時でも穴を出している、混戦を現状勢いのある選手たちがゴール前勝負1、3、6、7、9、もちろん稲川翔6番車なんですけれども、2ヶ月、まあ、休んで走れなかったんですが、復帰戦この6番車というところから高配当を導いてくれるんじゃないか。村上との、熱い絆、そこから激しく突っ込んで後輩等を演出、1、3、6、7、9の5車ボックスを狙います。特選の最終レースになりますが、11レースは、平原浩太がいて、竹内優作、そして渡辺和也に山崎義人、山崎はもちろんグランドスラムをかけてのダービーの戦いになります。これも激しくなりそう。竹内の番手で、金子隆のところに大塚健一郎が直ぜりていくということもあり、最終11レース非常に、見応えがあります。1次予選は5レースから9レースまで、5レース、地元から近藤辰徳、今回非常に燃えてかけるものがあります。どんな走りをしてくれるのか楽しみにしながら2日目見ていきましょう。